はい、この動画が出る頃には多分出てると思うんですけど、僕岡山の方に行って、エビデンスですよね、科学的根拠を取らせていただくっていう動画を出させていただいてると思います。多分今これ撮ってる時まだ出てないんでちょっとわかんないんですけど、多分その動画で説明できないなんか筋電図の力の入り方とかそういったのもいろいろあるので、ちょっとそれね、あのウェブでミーティングさせていただいて説明いただいている動画がありますので、はい、一回ご覧ください。あの一番わかりやすいなと思っ、さっき言った思ったところとしては、あの、はい、この COP、重心、はい、重心の位置がこうぶれにくいよっていうのは一番顕著に出てるかなっていうところです。でもこれ、はい、あのどんだけグラグラしたかっていうようなところになるんですけど、あの、はい、私がつけた状態で、先生が手を押した状態ですね。何もつけてない状態で押したら、8.396メートル。5メートルグラグラ動いたよっていうところがある中で、スパッと履いてると 1.748。で、両方つけてると 0.75 っていうところで、あの揺れがすごく少なくなってるよというところです。なんで押された後に、さっきも、まあ、ちょっと話したんですけど、グッと押されると、それはもうもちろん前にはギュッと行くんですけど、はい。この動向、状態であまりぶれないよというところです。バックの時もこんな感じになってるんで。ゼロってことですか？あ、いや、これちょっとあの、数字の桁が小さすぎて、はい。あの、有効数字3桁だとちょっとゼロになってしまったんですけど、0.04 とかだったと思います。なるほど。非常に小さい数字と。じゃあ、万分のって感じになるってことですね。そう。ああ、すごいな。安定するっていうのは言えそうなんかなっていう気がしてます。はい、で、あと、うん、近電になってくると、ちょっとあの、被験者も一人とか二人なんで、まあ、こういう結果が出たよっていうだけになっちゃうんで。はい。はい、でこの左下の外殿筋というところが、まあ、はい、その、スパッのみと、ソックスの両方で共通して、その方が増えてるところが特徴的かなと思ってます。はい。ということで、見ていただいた通り、まあ、あの、スパッツとか靴下とか履くと、まあ、あんな感じで、まあ、数値として変化が出たりとか、まあ、科学的なね、根拠は出せたりとかしているので、まあ、なんで靴下効くんだよとか、なんでスパッツ効くんだよね、だよっていうのが分かるような動画になったかなと思います。で、今回、9月29日ですよね。9月29日の19時、20時、ちょっとごめんなさい、どっちかから、またベースの方で販売をさせていただくんですけれども、このね、靴下もちょっと新しくなったので、そこの説明もさせていただきたいなと思います。あとはスパッツのサイズ感の説明します。はい。 DVD 整骨エクササイズ BAB ジャパンより発売。これ以前の方です。以前の方で、これが新しい方なんですけど、まあこうね、並べると何が違うのっていう感じなんですが、ですね、足の裏の感覚を良くしたいから、なるべく薄く作ったんですよ。そしたらですね、普通にこう引っ張る分には、かかとそんな薄くならないし、つま先もないんですけど、これ履くと、よいしょ、ちょっと透けるんですよ。履くとね。で、だからここはちょっと強度が低くて、破れるっていうことがあったみたいで、ここも改善をしています。で、これが新しい方。で、よっと。サイズ一緒です、これ、サイズ一緒。サイズ一緒で、わかります？っていうぐらい、ここの厚みとつま先の厚み増しています。なので、破れづらくなってると思います。見てる感じ、破れやすい人の特徴として、片っぽに体重すごいかかっちゃってる人とか、あとは靴がちょっと合ってないとかっていうのがあったりします。ので、まあ、これになったらね、全然、ほら、これでもらって全然、まあ、破れづらくなってるかなと思います。これがまず1点です。で、2点目、はい、これ同じサイズ履いてます、僕。同じサイズ履いてるんですけど、すいません、表記変えさせていただきました。ちょっとごめんなさいね、裏返しなんですけど、表記をちょっと変えさせていただきました。はい。で、この理由なんですけど、ここのサイズは確かに25から7なんですよ。
なんですけど、やっぱここのテーピングの効果のところで締め付けがきつくて入らないっていうのも2、3件いただいたんですよ。なのでここのサイズは25から7なんだけど、ここのことを考慮してちょっとだけ表記を筆者にさせてもらいました。だから今まで22から25、25から27、27から29だったのが、22から24、24から26、26から28っていう感じの表記になってます。え、なんで29ないのかよって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、それはですね、ちょっと年末に28から、28から30っていうのを作ります。で、ごめんなさい、9月発売分は 今まで通りの3つなんですけど、年末の発売分から、28から30っていうものが出ると思います。はい。でちょっと今回ごめんなさい、間に合わなかった理由として、ここのテーピングの部分、このテーピングの部分のやっぱ締め付けがある程度ないとダメなんですよ。ある程度ね、ある程度ないとダメなので、ちょっとそこの調節が間に合わなかったっていうのが、ごめんなさい、申し訳ないんですけどあります。なので、ちょっと年末になってしまうんですけど、28から30ってものも作りたいなと思ってますので、お待ちください。で、あとは声が多いものとしては、5本指欲しいっていう方がすごい多いので、正直5本指は効果下がると思うんですけど、ちょっとおいおいそれも考えています。はい。あとは、まあ今これはちょっとね、まだまだ先、まだまだとか来年の話になるんですけど、 J リーガーと一緒に靴下の共同開発もしようっていうのは決まってます。で、もちろんサッカー特化型じゃなくて、スポーツする人特化型、今スポーツソックスって歌ってるんですけど、もっとスポーツするときに出せる強度を上げようとか、怪我を しづらくさせようとかっていうのに特化した靴下も来年作ろうと思っております。で、なんでこういうのができるかって言ったら、本当にありがたいことに皆さんが買っていただいてるからなんですよ。皆さんがソックスを買っていただく、スパッツを買っていただくっていうことをしていただけるから、どんどん次のものに投資が僕はできるんですよね。やっぱこの皆さんが買っていただけてなかったら、次の投資っていうのがやっぱり個人だとめちゃくちゃ難しいんですよ。そこからないんで、はい、なんで皆さんが買っていただくことによって、この間の岡山に行って科学的根拠、あの施設だってね2000万円以上するらしいんで作ったっていうところも、普通は個人には貸さないってことらしいんですけど、特別に貸していただけたりだとか、ね、こういう新しい、じゃあ今度スパッツが作れたりだとか、じゃあ来年の靴下新しいの作れたりとかっていうのがするので、本当にありがとうございます。どんどんいいものをね、こうやって靴下もどんどん改善ブラッシュアップしていきますんで、よろしくお願いいたします。Sasaki Sports Socks, we're gonna make you cheer. Higher jumps, faster runs, nothing can stop you now. With Sasaki Sports Socks, you'll be the best, no doubt. Sasaki Sports Socks, Sasaki Sports Socks. 最後にスパッツのサイズ感お話します。よし。で、はい、これスパッツです。スパッツです。で、こっちからサイズ S、M、L、XL です。で、S に関しては小柄な女性かなって思って、150代の女性とかは S で十分だと思います。で、この間125センチとか130センチならない小学生の男の子にも履いてもらったんですよ、細身のね。で、入ればでも効きます。正直その男の子もこれ強くなったし、踏ん張るの強くなったしっていうのがあるので、正直入れば S は小学生でも効きます。ただ、まあ、120以下になってくるとちょっとごめんなさい、試したことないんで分かんないんですけど、120以上あったら全然効きます。で、 M に関してはこれは、僕身長167、8センチの体重64、5キロなんですけど、まあ、僕ちょうどいいかなっていう感じ。ただこの間そのエビデンス取った時の動画の飯塚さんは、178センチの70キロで M がいいって言ってたんで、締め付けが好きな人は自分が普段履いてるのより1個下のサイズでもいいかもしれないです。こうやって十分伸びるんで、1個下のサイズでも全然ありかなと思います。で、これが L に関しては、僕らで言うとフルコンが履いてるようなサイズになります。180センチの、まあ、80キロないぐらいの人がちょうどいいかなって思います。180前後ぐらいで、80キロぐらいで、この XL
これか。よし。XL、これに関しては、まあ、それ以上かな。一応ヒップ、ヒップが105までは入るっていう風にあります。まあ、180センチ以上で、まあ、ちょっとお尻周り大きいよっていう人は、これかなって思います。ちょっと試しに履いてみよう。僕が M 履いたらどうなるか。僕がね。まあ、M っていうか S も入るんで。S からいきます。 S です。これ後ろ S こんな感じでも、まあ、ぶっちゃ、はい、S で、ここも、まあ、ピチピチだけど、まあ、ぶっちゃけ S でもいけるかなって感じ。圧迫が嫌いじゃなかったら全然 S でもいけます。だから飯塚さんが178で M 入った理由はちょっとわかる。全然 S でもいける。だから僕168でしょ、でもいけるし、125の男の子でもいけたから、まあ幅広いなって思うけど、でもいけます。はい、いけます。で、よっ、次 M。 M、 はい、まあちょうどいい。でもちょっと緩いよね。ちょっとだけ隙間あるし、こんな感じで、さっきより全然ある。で、まあ僕的にはすごいこれがちょうどいいかなっていう感じです。で、スポーツをやる分にはさっきの S でもいいかもしれないんですけど、日常履くんだったらこれちょっとゆとりがあるやつの方がストレスは少ないかもしれないです。はい。あ、ちなみにすみません、今更ですけど、あの男女ユニセックスになります、これ。じゃあ M、次 L。 まあ履けないこともないって感じ。ただもう浮いちゃうっすね。多分僕トレーニング選手と一緒にやってるんで、そんなにこのなんすかハムストリングとかの厚さ薄いわけじゃないんですけど、それでもなっちゃうし、まあここはお腹出てるからちょうどいいかも。ちょうどよくはないか。でも緩いっすね。L は緩い。うん。って感じです。効果はないんですか？効果？効果はあります。入れば正直あります。ブカブカでも。ん？ブカブカでも。多少緩くてもあります。はい。じゃあ押してみて。指でしょ。どうやって押すの？ちょっと手押して。無理でしょ。いやでも油ついてない。大丈夫。はい。まあ多少緩くても効果はあります。だって S で125の小学生履いても効くんだから、はい、まあぶっちゃけ入れば効くっす。ぶっちゃけね。ただ運動とか強度出したいときはピタッっていうのを履いてほしい。日常だったら多少緩くても OK です。はい、これ L です。最後 XL、 なしです。緩すぎる、マジこれはダメだ。もうブカブカすぎる、これはダメ。なしかな。でも小学生このぐらいで変わっちゃうからな。変わんのかな。測りたいね今度。まあなしじゃないけど緩すぎるかなって感じです。だから多分僕ぐらいの身長って多いと思うんですよ。170前後ぐらいな感じで中肉中背みたいなのは M でいいかなって思います。もう一回言ってください。中肉中背みたいなのは M でいいかなって思います。もうピタッっていうのが好きだったら全然 S でもいいかな。ただ本当にさっき何回も言っちゃうんですけど、130ぐらいの小学生から効き目あるんで、お子さんに履かせたいとかっていうのもできる。あ、てかうちのばあちゃん買ったもんね。うちのばあちゃんが身長130ないんで、もう125、6なんで、そういう人でも変わるんで、とりあえず自分のサイズがちっちゃいな、150代だなとかっていう人は S かなっていう感じで、170あるかないかぐらいとか、
ちょっとピタが好きかなって思う人は MD と。で、180ぐらいまでの人で、あんまり滑覆が良すぎなければ L で十分。で、180以上とか、ちょっと滑覆がいいなっていう方は XL かなって思います。ただごめんなさい、ちょっと100キロとかある方になってくると、サイズはごめんなさい、まだないので、その辺も次回は XXL とかっていうのは、もうこれも年末また再販できればなと思ってますので、その時に XXL が販売できればなと思っております。ちょっと長々となってしまいましたが、靴下の説明とスパッツの履き方というかサイズ感の説明と、あとはエビデンス取れた、報告動画になります。で、9月29日のあのテロップにあげておきます。19時か20時から、概要欄に貼ってあるベースで発売となりますので、よろしくお願いします。今回は特別悪魔のハリハリマットもあります。ハリハリマットです。ハリハリマットがあります。あの動画これも出てると思うんで、ハリハリマットの使い方僕の動画で説明してるんで、ぜひ見てください。まあこれハリハリマットで、あとはハリハリボールもあります。ハリハリボール、痛い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 、ハリハリボールこれです。まあ、こういう使い方だったりとか、これもあの手の感覚が良くなるんでおすすめです。とこれね、ハリハリローラーちょっとそれおもろいこれはごめんなさい、あのうちに物ないんで開けるわけ、これ封がね貼ってあるんで開けるわけいかないんで、ハリハリローラーもあります。ちょっとの数ですけどね。はい、ラスト。俺さ、これさ、説明北川先生から受けてないんだけど、サンダルすごやばくないこれ。これは 24.5 から26ですねの方限定で、何足あるんですか。1足やば、限定1足。ハリハリマットは4つ、ハリハリボール1つ、ローハリハリローラー2つ。誰履くんやばない。でもちゃんとハリネズミなんだねあの開けたいんですけど開けない、ハリハリのサンダルサンダルがありますと。あの足の感覚良くなると思いますんで、あの室内履きこれに変えたら健康間違いなし。はい、あとは、うちの2周年記念のっぽくないあの足の筋肉の T シャツっていうものを、ベースに貼ってあるというかベースにありますので、よろしくお願いします。はい、で1点だけごめんなさい、最後注意点、じゃあこんだけいろんな商品があって一個一個急がないと買えないと思って一個一個決済して、そうすると手数、送料が毎回かかるんですよ。じゃあ4つ4回に分けて買ってしまって送料1個にまとめてくださいとかできないんで、それだけご了承ください。何個か欲しい、言い方ですけど何個か欲しいのであればちゃんとまとめて買ってください。はい、もう一回大切なことなんで言います。送料は2回3回に分けたものはまとめられません。はい、送料はまとめられないのでそこだけ注意してください。はい、なのでなるべく早くいろんなことポチ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 って送って押して、で送信してまとめて買うようにお願いいたします。はい、そこだけ注意点として1個お願いしますかな。以上になります。皆さんぜひどしどしあの買っていただけると嬉しいです。でまたこの後ね、もう1個僕作りたいものも、今今日話してない中でね作りたいものもあるので、皆さんに買っていただけるからそういうものに次僕は投資ができるので、ありがとうございます。本当にまた買ってください。よろしくお願いします。